はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、印紙税の3回目、納付方法と過滞税について解説いたします。まあこれ基本的な部分なんですけども、理解できていない方が非常に多いので、ぜひ理解学習をしていただければと思います。で、まず納付方法なんですけれども、まあどのようにして印紙税を納付するかってとこですね。これは1回目の動画でちょっと触れたんですが、まず、課税文書に印紙を貼る。課税文書、例えば売買契約書、不動産の売買契約書があって、それに印紙、この緑のやつが印紙と考えてください。印紙を貼り付ける。で、その後課税文書と印紙の細紋、細紋っていうのはこの印紙の中に、まあ、絵が書いてあるんですね。その絵とにかけて消し印をする。つまり印紙と課税文書にかかるように消し印をしてくださいねという意味です。で、消し印っていうのはハンコ、印章ですね。ハンコを押したりとか、または署名でもいいです。例えばここに私の名前であれば大野って書いて丸みたいな感じでしておけば大丈夫だということですね。で、消し印については作成者、この課税文書の作成者じゃなくてもいいんですね。例えば代理人だったりとか、従業員とかでも問題ございません。とりあえず消し印をしておくっていうところが重要だということです。この消し印をすることによって印紙税を納付したということになるんですね。じゃあこの印紙税納付しなかった場合どうなるのか、これが過滞税の内容です。大きく分けて3つあります。まず1つ目、貼ったけれども消し印をしなかった、この消し印やらなかったってことですね。この場合過滞税はいくらになるかというと、消し印をしなかった印紙の額面全額、これが過滞税として徴収されます。例えば200円の印紙税、貼ったはいいけれども消し印しなかったといった場合、200円が過滞税として徴収されますよということです。これちょっと詳細に理解した方が分かりやすいので、その点については個別指導で解説させていただきたいと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。で、このあたりは理解をしておかないと引っ掛け問題引っかかっちゃうので、ぜひですね、もしわからない方、自分で調べるというのであれば専門書とかで、調べてですね、理解を深めていただければと思います。で、2番目、この印紙自体貼っていなくて貼り忘れたから自己申告をした、つまりこれ調査、税務調査が来る前に自己申告したっていう場合ですね。まあ、この場合については1.1倍の過滞税が取られるだけです。まあ、例えば200円の印紙貼り忘れたというのであれば、220円の過滞税を払えばそれで OK ですよということですね。なので実質負担はこれだけということになります。で、3つ目、貼っていなくて自己申告もしていない、で税務調査来ちゃったといった場合、まあ、これが一番悪質なんですけれども、その場合過滞税っていうのは納付をしなかった額プラスその2倍、つまり結局は実質3倍なんですね。3倍の過滞税取られちゃいますよっていう話です。で、この点についてもちょっと理解していただきたいので、この点もすいません個別指導で解説させていただきます。丸暗記というのであれば、この赤文字の部分を覚えてしまえばいいんですけれども、おそらくこれ丸暗記しちゃうと引っ掛け問題に引っかかっちゃいますので、ぜひ、理解をして専門書などで調べながら理解をしていただければと思います。で、理解ができないという方はぜひ個別指導をご検討ください。理解学習こそ宅建合格の唯一の道です。宅建試験は理解学習ができれば1回で合格できる資格なんで、ぜひ理解学習実践していただければと思います。個別指導はこの下の動画の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。